の残りを切っていきます。舞茸はですね、食べやすい大きさに手で裂いてください。エリンギはだいたい1センチぐらいの厚みに切っていきます。はい、OK です。えのきはこのおがくず部分を切り落としてください。舞茸と同様に手で裂いていきます。えのきはこれで OK です。味付けの調味料を合わせていきます。めんつゆです。お醤油、お酒、みりんです。そしてごま油、おろしにんにく、よく混ぜましょう。この中にきのこを入れていきます。そしてきのこ全体にタレを絡めてください。そしてこのまま10分漬け込みます。そうしましたら、まずボウルの中に片栗粉、そして薄力粉を加えてください。これをよく合わせてください。きのこの水分を切って薄力粉と片栗粉をまぶしていきます。それでは今からこちらを油で揚げていきます。火傷しないように注意してください。これでカリッとするまでだいたい3分ほど揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。サクサクザクザクに仕上がってます。